はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。英語とクイズのここの世界、こちら始めていきたいと思います。強化スフィア。いろいろゲットしたみたいですね。今回どうしようかなと思いますが。お、2000、あれ ?2000 って、ああ、武器が2000なのか。お、星さんの強化をゲットしました。これ、デイリーミッションが達成された。まあいいや。素材は作れない。まあ、これらクエストやりましょう。今回はですね、メインクエストを進めていきたいと思います。ちょっと待った。ボス属性は青なんで、緑が強いです。そして、緑パーティーを集めていきたいと思います。悩むな。まあ、これかな。中学校ですね。サイダー、コーラ。コーラか。コークか。うん。さてと、これはこれでいきましょう。ドローイング。とどめ、おお、一発で倒しました。見事に立ちましたね。おっと、レベルが上がった。さあ。どんどん行きましょう。今度は、わからない。ボス属性がわからないよね。はい、こういう時は。ボス属性がわーっとわからないようにしてんのかな。ハトか。さあ。レインボー。発音もちゃんと言ってくれるのはありがたいですね。そうか、黄色か。悩むな。まあ、正解率は高いのを選びましょう。もちろん口ですね。遠目は刺したか。一発で倒しました。さあに行きましょう。ボスはまた青ですね。またということは緑で行きましょう。緑で手ですね。
いいですね。やっぱ英語を学べるな、なんて。これかな？長い。OK。さあ、3体だ。プラスチックシート？これか。下書きがプラスチックシートなんだ。別にプラスチックに、プラスチック素材が多いけど、プラスチックに限らないと思うんだが。これ、ノーマルクエスト3番。目覚めの一撃をクリアでーす。いろいろミッションをクリアしたんで、行ってみるか。さあ、結構お金は貯めてますよね。それでもあのノーマルクエストどんどん行ってみたいと思います。ん？今度のボスは何だろう。わからないのか。これは強そうですね。武器が見えた。2体ですからね。カウント。倒せてない。弟は、ヤンガーブラザーか。おっと、これ残った。パープル。あ、スキルが上がりましたね。さーてと、まあ何でもいいや。正解率高いものがいいと思うんで、チョコレート。倒しましたね。素晴らしい。スターダイヤも手に入れました。スターダイヤを手に入れたということは、3544になりましたね。ガチャを引けます。ではガチャを引きましょう。なんかイベントがあるみたいですね。今更水着でもないからな。お、星5がある。そうだ、日にちが変わったんでまた1個引けます。よくできました。5回引かないといけないのが辛いね。汎用ユニットが一番いいですよね。プレミアムガチャ行ってみましょう。さあ、牛さんですね。
闇ビークル。これも星さんか。やっぱ星5ガーデが出てくると嬉しいんですけどね。うん、なんだろう。これも星さんだ。ちょっと弱い。星さんまでか。いや、まだある、チャンスある。これも星さんか。星さんまでですね。ただし、そのうちいずれか星4までパワーアップできる素材です。まあ星4に上がれないものはもう無視してもいいや。まあ、最低星4まで上がりたいもんですからね。あとは赤だよな。赤で今。で、レーサー、水川レーサーも、これでプラス6になった。これもか。とりあえず、引き続き、標準クエスト行きましょう。今度はですね、紫か。これですね、紫パーティー。ボスがこれ、紫パーティーっていうだけか。ハンバーガーか。ただし、3スクミでもそんなに悪くはないですからね。倒しきれない。ファーバキってなんだ。インドアシューズか。そう書くんだ。
喉だ。さあ倒しました。さあボス戦です。これが意外と難しい。ツーナーか。マグロってツナなんだ。完璧とはならなかった。ちょっと悔しいな。もういっ、あっと、インストゥルメント？あ、そうなんだ。インストゥルメンタル、あ、楽器なんだ。意外。孫ですね。すごいな。そう書くんだ。お、なんかなかなか強力な。これ強いぞ、なかなか。と、スキルがあった。しゃあないか、先行きましょう。これユニットのとユニットをやる際に装備をやらないといけないんじゃなくてです。そういうことか。どんどん行きましょう。私だってみんなを守りたいんです。え、あ、これスイカか。そうだった。やっぱりヒーラー大事ですよね。ヒーラーがあったら本当に助かる。倒しましたね。レベルアップしたの？
悲しいか、アンハッピーかな。難しいな。正解率は高い方にしよう。動き。おっと、こっちか。一気に、もっと意外と強い。紙粘土か。ようやく一体倒したが、なかなかこれ強いぞ。まあ強いって言っても、これだ、パウダードミルク。これで残り一体。もうちょっとですね。手堅く行きましょう。反対。アライブ。デッドかな？デッドかな？さあ、さらに。話せばわかるさんを使用しましょう。どんどん行きましょう。私だってみんなを守りたいんです。これかな、アイドルタイム。プリパラ、いや、なんでもないです。B はなんだ、ブレインだ。ブレイン軍団。大破壊ですね。5 times。OK です。倒しました。緑か。ってことは赤主体に倒していけばいいか。かかった、ぼやき飯さんだな。してこれか。一応ユニットで赤の装備編成を。進化レベル不足。限界突破もできるんだ。敵
できると言っても要素がないんでできないんだか。今誘う共演ですね。ということで赤ですね。ぼやきんむいさんがいいか。さあ行きましょう。パスって行きます。ブリーシーフードこれかなと思った。甘エビイエローテールなんだ。ライトか。OK。ハードのことか。早くも答えました。倒しましたね。おー、レベルアップしました。まだまだ続けられます。さあ、今度は、誰だろう。ああ、奇数なんだ、これ。ハイライターか。正解率は高いものを。なかなかきついですね。100分の1。意外とこういう書き方をすると分かりにくいかも。まだまだいけます。赤ですね。赤か。この人いきましょう。あ、そうなんだ。これが蛍光灯なんだ。早い。まあ強くはなってますね、確実に。フィクションは小説？ああ小説なんだ。来た。
倒しました。なかなか順調ですね。どんどん行きましょう。私だってみんなを守りたいんです。落ち葉？ポリニーブスか。リーン、南ですね。さあ今度は黄色ですね。ユニットを組まないといけない。黄色が意外といないんですよね。なんで、装備の編成を。なんだろう、ああ、ダンボールなんだ。これもなかなか難しいな。これかな。攻撃力が足りないからな。さあ、全員攻撃。さあ、ボスへ。これですね。制服かな？倒しました。
カリグラフィーだから書き初めか。こうか。さあ、これで最後だけど、赤が強い、いいんだな。バランスとアンバランス。いきました。倒しました。さあ、今度は オーバーカムか、打ち勝つっていう意味なのかな。うん、これはこれかな。エネミー、大豆？正解。さあ、ボスです。運が悪いね。これでいこう。メモパーツ。さあ、4体で。ケミカルファーストエイドだ。あ、違うんだ。これか。これはちょっと痛い。あーっと、一体倒れた。ブリッジですね。オッケーです。あ、正解だった。よかった。こうか。トンビっていう、トンビなんだ、これ。ヒアーだ。来ました。確率力つけてますね。さあ、青と赤。青と赤か。赤が良さそうだな。じゃあ。ドットコムさん。どんどん行きましょう。私だってみんなを守りたいんです。
押し切れなかった。エントランスだから入学式か。これか。合っててよかった。うわ、結構強い。これは強いや。これでいこう。ティラミスですね。宿題ホームワークか。結構なダメージを食らった。オッケーです。セントヒールで回復だ。助けるか。緑でよかったんだな。緑じゃない、青がよかったんだろう。さっき出ましたね。来ました。お、またレベル上がった。さあ、ボス属性だ。今度は緑ですよね。よって緑主体の違うんか。バイソンか。出ませんね。連絡帳？うん、そうみたい。これでよかったんだ。間違えた。これだ。これだ。お、よかったよかった。もっと、どうしたんだ？ダンタリオン？バグか。さあ、ボスです。これは4体で。プラスチックボトル。わあ、結構強い。
全然ダメージ与えないや。ツナですね、マグロです。うん、正解率は高いものを選ばないといけない。うん、さあもうちょっとだが、セントヒーローを使った。これもなんか出てこないですね、いいのが。ライツ、倒しきれなかった。はい、倒しました。なかなか強敵でしたね。おっと、10連フレンドのポイントの10連ガチャを手に入れました。おっと、資産か。また星さんが来た。ホノラビーキングか。装備中だと合成できないんだ。作成するだけか。じゃああんまり意味はないですね。進化しないといけないけど、マックスレベル80か。
ね、クエスト行きましょう。歯ブラシ、歯磨きだ。いとこですね。昔そういうコーラスグループがいた。血縁関係ですってわけですよね。運転？これだ。わ、強い。硬いと似た意味。タフかな？高いだな。オッケー。さあボス、これはなかなか強いよ。簡単にはいかないよ。ビーンバーグ、お手玉か。なんだろう。あ、正解、ボイルか。これでいきましょう。オッケーです、しっかり倒しました。貝殻、ラディッシュ、あ、大根なんだ、ラディッシュって。ドラゴンボールですね。さあスマイルアシストです。かけます、こっちかな。これだ、ライスクラッカー、クリアです。今度は紫ですね。これでいきましょう。
おっと、またボスか。強い、硬い。起きるじゃん、ウェイクアップ。結構油断は禁物です。プリンシパルって校長って意味はあるんだ。気をつけないと。結構なダメージ。恋愛小説かな。これだ。あー、倒れちゃった。もうクリアです。お、ここでダンジョンが解放されたみたいです。さあ、ここは話せばわかるさんに行ってみましょう。ローズ。なんかだんだんと倒しにくくなっている感じ。ポニーだ。あ、間違えた、こっちだ。倒し損ねた。はいですね。今度は青なので緑ですね。緑、これでいきましょう。最初セブンティーンでこれしかないなって分かった。正解率高いものを選ぼう。ローマか。
アドバイス？これはわからんかった。そうか、天皇に対するアドバイスだから。関白でいいんだ。オッケーです。倒しました。緑、赤が強いな。よし。これか。ブラックですね。倒しました。おっと、ここで AP 不足だ。ただし、エナジー石を1個使用することで使えるので、これはもう行きましょう。おっと、ここでユニット、青ユニットを付け加えたい。ではこの辺かな。ああ、でもこれやったら緑の方がいいのか。せっかくあのパーティーを組んだんですが。どんどん行きましょう。私だってみんなを守りたいんです。え、何これ。ユーザーリーか。リトルビットなんや。
オーシャンズ10が面白い。エンジョイかな。OK です。フェイス。さあボスです。そう、赤かよ。レンチか。サークルに所属しています。はですね。トロリーなんだ。ヘアクリッパーか。倒しました。今度は青ですね。これだ。どんどん行きましょう。私だってみんなを守りたいんです。デフレーションか。全員攻撃。あ、そうなんだ。ボロも借りるかな。うわ、強い相手。通貨ビルか。カレン、これがなかなか強い。デポジット、あ、違うのか。ベンドか。結構間違ってきたな。しかもボスがいる中で3体って辛すぎる。結構なダメージ与えた。
これですね。オッケーです。倒しました。どの剣を装備を外してあげればいいのか。これもどの剣装備してやがる。これでどの剣の強化ができるはず。プラス1で結構強化されましたね。早速その強化された銅の剣をセットしましょう。おっと？お、クロスボウを作成できた。
さあクエスト行きましょう。まあですね、なかなか強くなってる。あ、間違えた、間違えた。何？ロブスターって水中の生き物なんだな。パームはヤシナ。さあボスと対決。と1体倒しましたね。気がつけば。さあ4体。コーラルって聞いたことあるな。サンゴかな。オッケーです。行きですね。さあ今度は青だ。ん？これパーティー組めるんじゃないの？ただね、青の、あ、まだですね、まだ無理です、青のパーティーは組めるんだけど、数字のですね。27.6 はきついですよね。ナムレーター？整数かな？違う。うわー、間違えた。間違えた。やっちゃったよ。なんだろう。死んだ。早っ。三国志か。これが三国志。モライティか。あと違うんや。嘘、エスニックと勘違いしてたや。正解率高い方でいこう。さあ警告なったよ。まあこれでいくか。
一体倒したが。OK です。さあ、正解率高いもので。倒しましたね。これですね。でもやっぱり敵がだんだん強くなってきてる。そう容易には行かせてくれないみたい。胸？なんだ、ブレ。ヒーラーとあと体力がある。っていうのはすごい大事ですよね。ね、行った。あ、結構ダメージが。これ、あっと、こっちか。倒しましたね。5しか消費しないんだ。ならはまだいける。飛んだ。OK。結構きつい。けっ。正解率は高いもの。ビジーか。Help. Help. Help.
ペインティングマシーンですね。倒しました。ブレックファーストだ。赤と緑。まあ緑だろうな。中トロ？これ？ああ、中トロ、ミディアムが入ってるからこれだった。結構なダメージを食らった。ヒルへ直します。シュガーですね。あ、これでどうするか。赤だな。フィッシュ倒しました。物は足りてるんですが、レベル不足なんですよね。装備強化。クロスボウ作成可能ですが。なるほど。お、友人ガチャがありますね。さあ、スキップしてしていきましょう。おっと、青が多いですよね。まあ、3までしかないからこれはいらないですね。この辺には用はないです。おっと、マックスレベルになったと。つまりいけるじゃないの。行きますね。進化します。進化できました。ついに
最後に来てこれですからね。さあ強化です。まあ強化してもしゃあないような気が。します。赤がちょっと一気にレベルアップだ。なるほど。最大まで進化したユニットのみってなってますよね。はい、というわけで。はい、英語のゲーム、このように正解率も出るようになっております。はい、英語が学べるので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。